はい、そしたらね、ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川の続きをやっていこうと思います。ちょっと勉強、朝の勉強をね、日課でやっていきましょう。もう優等生ね、バッチリ優等生目指していきますよ。はい、なんかだからこのパンチ力とかそういうなんていうの、アクションの要素ね、なんていうの、攻撃力を上げるだけでの話ではないんだね、これね。勉強して、高校生活のほんとシミュレーションゲームって感じでね。だからちょっと、またちょっとだから、クニオくんとかとちょっと違いますよね。クニオくんはもうほんまにバトルっていう感じだけですけど。よし、体をね、鍛えて。4、5、6、7、8、9、10、11、10、13、14、10。よし。OK。6。もうちょっと上がるようになってほしいな。よし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10。こんなもんかな？よし。降りられない。よし。さあ、じゃあ学校に行きましょう。懸垂もね、学生の頃何回ぐらいやったかな。結構ね、普通に真面目にトレーニングしてたので、高校の時は陸上部だったんですけど、前も言いましたけどね。結構ガチの部活だったんで。入部テストみたいなのがあるんですよ。入部っていうか、練習に参加するためのテストみたいなのがあるんです。本練習に参加する。こんだけ、例えば決まってて、懸垂だったら何回とか、腕立て伏せ何回とか、まあ、ベンチプレスですね。ベンチプレス、あ、後ろ行っちゃった。何キロ上げるとか、全部そういうテストクリア しないと、まずはね、基礎体力をつけないと本練習に参加できないっていうね。1年生に入ったらだからまずそれをやらされるんですね。二重跳び100回連続とか懸垂20回とかね、それをまずパスしないと合同みんなと一緒に練習できないです。よし、今ここに座ってたのって五郎？もう今、思ったけど。新しいセッガのコマーシャル。これはセガでしょ。セガタ三四郎とかじゃない。いや、マジでやばかったって。16ビットで作るらしい。映像がかなりすごくなるらしいぞ。16ビットなんだろうね。って何なんだろう。セガサターンしかわからない、セガは。お昼、隣のクラス。剣は喋れない。と、マサルは一緒に行って。あ、お、そうそう、卓球台どうなったの？ちょっと増えてないよ、卓球台。あ、違うやん、これやん、これやん。いや、見てなかった。卓球しようぜ、一回、はい。よし。よし。でも卓球できるようになってる。ちょっと、難しいぞ。あ、動けるんか。ちょ、難しい。全然難しいぞ。そっちが。わかんない。これ、めっちゃむずい。お、一回跳ね返す。よし、よし、よし、よし。あ、上も打つのかし。ちょっと待って、いろいろやらないといけない。こうか。あなた。ちょっと。11点選手だっけ。よし。よし。よし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 。ああ、むずいわ。これで終わりにしましょうか。あくそ。あ、アウトだったのかな。よし。負けたか。あれ？アウトか。11点で、決まらないね。ちょっと授業行こうよ。ゴロも誘っとこう。よ
し。ちょっと20分やっちゃった卓球余分によし受けましょう。授業はね真面目に。うん、これでもう一回じゃあよし、これは登る。この時点で上に行ったら白がいるの。よし、白いるね。でも連れ立ってるけど図書館に行こう今日は月水、今日は、火曜日でしょ、うん、あ、こっちじゃないわ、こっち体育館でしょ、間違えた。もう一個上だ。図書館はここが職員室で、あ、ここ、あ、ここだったっけ、ここか。うん、よし、波に離して、これ全部、まあ、上から読んでいきましょうか。よし、こっちはまだ本の、なんていうの？ページ数が少ないから読み切れるよね。みんなを待たせてね本読むスピードもっと早くしたいね。慣れないのかな？どうなんだろう。今日は読書の日にしましょう。柔道部があるときは柔道部に行きましょうか。で、なんか鍛錬した方がいいみたいだしね。みんな暇そうだけど早く外行こうぜみたいな、いつまで読んでんだよっていう感じですね。うん、一冊読み切れますね。いいですね。まあ、お金がまあ1週間で1万入ってくれるのは大きいですよね。うん、だいぶスポーツジムも手が届きますね、そのうち。もうすぐ読み切りそう。2時間ぐらいかかった。学校が何時までだったっけ？ 6 時まで。この本に中身はねえよ。まあ、そうか。よし、行こう。空手部も一応行ってみようか。空手部、なんかね、これ時間の表示がちょっとおかしいんですよ。6時からって書いてあるけど、多分5時に行くと空手部なんですよね、これが。うん。これが空手部でしょ。空手も練習できたらいいのな。そのうちできるようになりそうですけどね。月水金が、多分ね、そう、5時から6時が空手部になってますね、これ多分。6時になったらもう入れなくなってたから、お前ね。うん。で、もっと早い時間帯に来ると、柔道部がやってるっぽいですね、多分ね。と柔道部がやってない時は、前みたいな演劇部がいるみたい。うん。よいしょ。そっか、剣はまあボクシングしてるから。どうしようかな。まあまた。どうしようかな。バトル？しに行く？こっちの方がまあ敵多いんだよね。うん、いろんなとこ行った方がイベントが起こったりするかもしれないけど、こいつらはここにもいるんだよね。めっちゃ多いな。1,2,3,4,5,6 人もいるわ。ここ行き止まりだね。ちょっと6人人数多いとさ、やっぱりね、押されるんだよね。だいぶ戦ってるハイエナ。痛い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 。あ、やられた。ちょっとやられた。よし。あ、でもすごいさ、火力が、こっちの火力が上がったんだよね、ちょっと。よし。よしよし。投げた方がいいのかな。投げ技もちょっと使っていこうかな。よし、あれ。難しいな、投げ技。うまく投げてくれないな。
引っ張りながらパンチって書いてたかな。まあ、よしんだわ。後ろからやっていこう。よし。うん？いない。こっちはいないね。よし。おお、倒したな。よし。いいですね。さあ、あ、持ってないのか。ここで移動しないようにしないと、移動するとこのなんていうの、死体が消えちゃうんでね。あ、びっくりした。うん、よしよしよしもうカツアゲの、あ、でもお金持ってないな。白い服のやつが結構持ってるんだよね。ここいないな。こっち行ってみよう。白い服のやつがね、どこにいるか。ここはちょっと車があるから戦いにくい。うん、ヒットポイントみんなのちょっと、マサルがちょっと体力ないな、こいつ。ゴロはすごい、めっちゃ強いね。2人だけやし、やっちゃうか。これもういないよね。よし、数でおら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 、手出してこないけど、まあこいつらはやっちゃいましょう。よし、普通に殴った方が強いんだけど。よし、ああ、なんか引っかかってる。ここ引っかかってカツアゲできない。よし、100。うん、しけてんな今日はちょっと焼きそば代を稼ぐのが精一杯かもしれない。うん、白い服のやついい品かな。こいつらじゃないんだよね。ちょっと整備士の人も喋っとこう。この人もなんかイベントあるんでしょうかね。一応元ボクサーっぽかったから。ポルシェ、気の毒ですね。どうして？わからないけど、何かがあんな風に潰されているのを見ると気の毒に思います。じゃあジャンクヤードはお前の来るとこじゃないな確かに。よし、帰るか。こいつらあんまり敵対しないんでね。よし、ここ、こいつらやっちゃおう。うん、よしよし、そう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 、投げたいんだけどね。あ、投げた投げた。よし、投げ技も使っていきたい。よしよしよし、2回殴って、ああ、そう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 、よし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 、いいよ、いいわ、あとは任せよう。こ、あ、これ取れへんな。なんかうまくね、位置によってカツアゲできないところがあるんだよ。誰かやられてるのこれ。もう一人いる？もう一人戦ってんねん、誰かと。あ、いた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 。この圧勝できるほどの強さはないんですよね、まだね、こいつらと。そうそう。よしよし。うん。200円か。誰がやられたんだ？マサルがやられて、ちょっと、ここの時どうなってんの？あ、いなくなってるね起こすと、あ、マサルが復活するけど2なのか。で、ゴローも5だしね。まあ今日はじゃあ帰ろうか。こっちにもう一人いたけど、ね、うん、まあ、こうやってね、お金を稼いで。ちょっと多いな。よし、帰ろう。うん、白いやつ見かけなくなったな。どうしようかな。こっちはフィットネスコンビと駅でしょ。今なんぼ1万5000円でしょ。3万あったらいいんか。あと今週中に5000円稼いで、
で、テレビとかもね、手が届くってことですね。じゃあ、そしたら1週間で1万円入るんだったら。うん、あんまりじゃあお金使わずに節約しときましょうか。それよりももっと勉強して成績テストの点数上げて奨学金をもっとたくさんもらいましょう、ね、というわけでじゃあ今日は、解散、うん、みんなね疲れたからね。よし、あ、これ白い服だな。こいつらもでも襲ってこないからね。よし、これで科学やろ。なかなかいい調子ですよ。あ、びっくりした。何？寝る時間だ。お？あれ？こんなんいつも言わないよね。どうなんだろう。寝た？あ、起きた。11時になってる。あれ？はい。まあちょっと日付超えたみたいなんで、今日のところはじゃあこれで終わりにしておきます。またね、次回続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。ではこれで終わっときます。お疲れ様でした。